はい、ヒロです。今回はですね、コートパルチャの水替えをしていきたいと思います。先ほどね、水抜いて、今ね、あと給水するだけなんですけど、まあ、いつものようにね、こういう風にちょっとじゃれていこうかなと思います。今ね、夏っていうこともあって、結構ね、元気に動いてくれるので、こういう風にね、じゃれてくれます。もう本当にね、ワンちゃんみたいな感じでね、わしゃ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 来てくるので、まあ、他の動画でもね、よく紹介してるんですけど、いや、とてもね、可愛いなと、自分もね、これ思います。金魚さんでもね、今までの経験のこんだけ慣れてくれる子もいるんだって、ちょっとびっくりしてるところはあるんですけど、逆にね、他の金魚ちゃん入れると、他の金魚ちゃんを攻撃するような感じになっちゃうので、婚姻とかね、全然大丈夫な金魚ちゃんの、種類にしてはね、ちょっと珍しい性格だなと思ってます。これね、コートパール。コートパールとハマニシキ、めちゃめちゃ形似てるじゃんと思うと思うんですけど、まあ、この説明もね、していこうかなと思います。で、コートパールはですね、まあ、違いといってはね、ちょっと給水しながらね、話していこうと思うんですけど、コートパールはですね、中国の金魚ですね。で、まあ、パールってつくので、まあ、すごいね、暴れてるぐらいですごい、もはやタックルですよね。ピンポンパールとかいると思うんですけど、基本的に、ね、尻尾がね、短くなって、ずんぐりむっくりしてるのがピンポンパールって言われて、あとね、後頭パールってのはね、頭の方がポコって出てるやつが後頭パールって言われてて、あとね、尻尾がね、そのまままっすぐなっちゃってるやつをね、ちょうちんパールとか、いろいろね、そういう名前に流通してます。ハマニシキとかの明確の違いっていうのが、ウロコですね。ウロコがね、パールって名前がついてるので、厚くなったウロコのね、袋状のものの部分のところにね、カルシウムみたいな感じのね、成分がね、蓄積することによって、キラキラした感じのウロコがね、成り立ってます。で、これね、ちょっとね、飼育してる方が見るとわかるんですけど、松笠病とかにね、ちょっとね、似てる症状に見えるんですよ。気持ち悪いというか、ちょっと、怖いなって感じで思っちゃう飼育者も結構いると思うんですけど、まあ慣れてくればね、やっぱりそのキラキラとか、そういう感じのパールの鱗は綺麗だなと思うので、まあそこもね、デメリット的なものではあるんですけど、魅力の一個でもあるかなとは正直思います。はい。で、正直、ハマニシキって売られてるやつが、高等パールだったり、高等パールって売られてるものがハマニシキだったりすることはね、正直あります。ペットショップとか見ても、いや、これ明らかに高等パールやんってやつがハマニシキって売られてるもするので、まあそこのね、明確な区分っていうのは正直ね、曖昧なところにはなってきます。でも一応ね、その、鱗の方でパールみたいな感じで、カルシウム的なものがあって、キラキラ輝いてるやつがあれば、これはパール系だな。まあ、ピンポンパール、高等パールかなと思います。で、高等なので頭がね、ポコッと出てるのが、これ、ね、特徴ですね。今頭出てると思うんですけど、これ高等パールっていう。で、あとはですね、一応高等パールっていうのは中国の方の金魚で、1850年だっけな、そのぐらいで中国で出たと言われております。で、これがね、現在でもね、中国の方でもね、人気の種類で、輸入されてる高等パールちゃんとかはですね、やっぱ中国産はね、結構値段もする感じになってきますね。やっぱ中国産の金魚ってね、ブランドがあるのがやっぱ結構ね、いいものが、いい方も結構多いので、結構ね、人気があるかなとは思います。はい。ただね、こういう丸系って言いますかね、丸系っていうのはね、ちょっとね、冬場の管理が怖くて、どうしてもですね、転覆病になってしまったりとか、松笠病にね、なってしまうっていうリスクがね、あるので、まあ、細身のね、金魚に比べて、ちょっとね、そこら辺は怖いかなと思います。この子はね、一応冬もね、2回かな ?1 回かな越してはいるので、まあ、問題ないんですけど、やっぱね、冬場の管理とかですね、水替えのタイミングとかっていうのはね、結構個人的にもね、気は使えます。餌をね、冬場でも最近あったかいじゃないですか。なんで、どのぐらいのタイミングで温度上がったら餌少しはあげようかなとか、どのぐらいの餌で切らしていこうかなとか、水温によってね、そこら辺判断がちょっと難しい近頃の天気なので、そこら辺はちょっと難しいかなとは思います。ただね、そこら辺はあるんですけど、やっぱ外でね、飼育してあげると、まあ、色のね、上がり方とか、あとその体調的にもね、室内時よりも、まあ、肌感なのかなわかんないんですけど、いいかなと思うので、まあそこはね、メリットでもあるかなと思います。夏場はね、しかもこういう感じでじゃれてくれるので、やっぱり、これは魅力ですね。でね、この他にもね、高等パールちゃんの導入した動画とか、こういう感じで、出会いました、みたいな感じのやつもね、他の動画で上げてるので、もしね、気になる方とかいましたら、ぜひね、チェックしてみてください。このような感じでね、ずーっと、ね、餌あげてないんですよ、これ。餌あげてないんですけど、ずっとね、手にこうやって寄ってきてくれます。とても可愛いですよね。もう自分でもね、こんだけ慣れてくれるのはちょっと、ね、可愛いなと思ってます。友人とかもね、見てみると、こんなに金魚って慣れるんだ、みたいなことよく言われるので、やっぱりびっくりはされますよね。もうワンちゃんみたいなんでね。はい。コートパールちゃんは、
ちょくちょくこういう感じでね、動画上げていこうと思うので、ぜひね、見てくれたら嬉しいです。こちらの動画もですね、高評価とかね、あとチャンネル登録もしていただけると、自分もね、このコートパルちゃんも喜んでくれると思うので、ぜひしてください。その他にもですね、金魚に関心関する、金魚ちゃん以外でもですね、魚に関する質問があれば、いつでも受け付けておりますので、ぜひ、質問してみてください。よろしくお願いします。では。